では引き続き学者タイプ、うん、学者タイプの方お待たせしました。学者タイプ型のテスト体調なんで、もしかしたらここかもしれないですよね、はいはい、学者タイプの方のテストです、うん、相手から自分のこと好きって聞かれたら、うん、A 先に相手の気持ちを知りたい、うん、B 素直に教えてあげる、うん、C どちらとも言えない、うん、では2問目、うん、恋愛の醍醐味は、うん、A 楽しいおしゃべりや相手と行く新しい場所、うん、B 話さなくても分かり合えているという安心感、うん、C どちらとも言えない、うん、3付き合いだした、うん、A そのパートナー以外の友達付き合いも大切にしたい、うん、相手以外はどうなっても良くなってしまい、うん、ちょっと不安、うん、C どちらとも言えない、うん、4相手とのことを、うん、A 友達に報告したり相談したりしたい、うん、B 他の人には言いたくない、うん、C どちらとも言えない、うん、5問目恋愛が終わったと感じるのは、うん、A彼からの電話や誘いが面倒くさくなってきたとき、うん、B 相手を誘っても立て続けに断られたとき、うん、C どちらとも言えない、うん、いかがでしょうか、はい、ちなみにこれは、うん、A がプラス1点、B がマイナス1点、C が0点です。多分0点です。0点、はい、なるほど、うん、学者タイプの方、はい、いかがでしょうか。ではまず学者タイプの中で5点から2点だった人は、うん、軍人寄りのところに位置されていて、うん、恋愛常識派と言われています、うんうん、学者タイプの中でも外交性が強く軍人寄りのあなたは恋愛常識派という種族ですと、うん、外交性が強いので恋人が多い学者タイプの中では比較的現実社会への適応能力が高い種族です、うん、他の人に対して好き嫌いがあまりなく、うん、どんな人とも興味を持って付き合います、うん、またどの人に対しても公正で、うん、さっぱりした人という印象を持たれます、うん、喧嘩をすることも少なく息の長い友達が多いのもこのタイプです、うん、ファッションも標準的、流行をそつなく抑えます。知識欲も旺盛で興味のあるジャンルを月々と見つけ、さまざまな知識を吸収しようとします、うん、自分の好きな話だと相手の反応を忘れて盛り上がってしまうこともありますが、うん、普段は聞き上手です、うん、とあります、はい、では、体調がいるであろう学者タイプの中のプラス1点からマイナス1点の人は恋愛省エネ派、ちょうどこの学者タイプの真ん中にいる人ですね、はい、学者の中でも学者ど真ん中のあなたは恋愛省エネ派という種族です。恋愛だけでなく常に感情が安定していることを好み、感情が乱れそうなことには近づこうとしませんと、うん、何事も地道にコツコツと続けることが得意で、うん、嫌いなものは先に食べるタイプ、うん、明日の用意は今日のうちにするタイプと言えますと、うん、合理的な判断や無駄のない行動を好み、ショッピングも衝動買いなどはほとんどなく、うん、必要なものを必要なだけ買うことに喜びを見出します、うん、友人の数は多くないですが趣味が同じだったり話の合う人を見つけて大切にします、はい、興味のある事柄やジャンルがはっきりしていてどんなに流行っていようが好きでないものには無関心、うん、でも好きなことには精力的に情報収集するので周りからはちょっと変人かもと思われてるかもしれない、うん、で、学者タイプの中で
マイナス2点からマイナス5点の人は恋愛アレルギーと書かれています、学者タイプの中でも特に内向性が強く職人寄りのあなたは恋愛アレルギーという種族ですと、職人タイプの恋愛修行僧と並んで、12種の中で最も人間嫌いな傾向が強いタイプ。パートナー、彼氏彼女どころか同性に対してもごく少数の人しか関わらなくて平気、友人を選ぶ時も他の人からバリアーになってくれそうな人という基準で選びます、その代わり一人でも本当に気の置けない友人が見つかれば幸せになれるでしょうと、また自分の才能に対して冷静で正確な評価を下すことができる、その評価を尊重するので評価以上の成果を得ようとして無駄な努力をすることもありませんと、淡々としていてとっつきにくい印象を持たれがちですが、約束は必ず守り、ボランティアなどで働くことも厭わない面も持っています、とされています、なんでまあこれ逆にその欲求の4タイプで学者寄りだったようだとこの辺かもしれないですね、